はい、どうも皆様、イランクラフテゆきおうさんです。よ、嫁です。早い早い。とりあえずメインクエをダラダラ進めていくんですけど、あれおインスタンスじゃないですか。ゆきさん、早速パーティーを解除せなければいけないですけども、はい、離脱します。せっかくパーティー組んだのにあ、すごいよ、コロナ対策でマスクしてるよ、この人。違う。あ、違う。ポンポン、カットとか飛ばしでいきます。もう。はい、いつ終わるか分かんなくなってきたんで。ねえ、ちょっとね、のんびりすぎ。あ、キャーって声入ってた。ほんとだ。あ、エビフライだ。あー。ほら、エビフライ。エビフライだ。ここだけ、キャーだけ音声入ってるんだ。ね、あれ、この人なんか後からも出てくるよね、このエビフライね。出てくる。モールの肉ぐらいあげるって笑い声まで入ってるよ。ほんとだ、これ下品な笑い声。お助けをセザールって言いたくなるよね。いや、ここはなんとなく覚えてる。なんか超える力でなんか見えるんじゃなかったっけ。うんうん、そうそう。柄悪いよな、本当に、このエビフライ。成功。いいね、この星空。うわ、出た。あれ、なんでそっちにいた出てくんの。ずるい。いたとパパリモが出てます。ウルダハなのになんで。いや、ずるい。あれ、アルバートみたいな人いるよ。アルバート、うん、ミッドランダーの人がいた。うん、新人の冒険者だったんだ。うわっうわって言わないの。はじめまして、私はエイトと言います。何首かしげてんの。入らんだ、何回も待ってるでしょ、あんた。以前新人の、あ、僕の、あなたとお話ししたかったのですってとこで首をかしげてるんだよ。リーダーだったアビールはグリタニア D の調子をしました。アビールは最初のあなたを見かけてからずっとあなたの話をしていました。あの冒険者はきっとできるやつだって。アビールは私の婚約者だったんです。彼が亡くなったと冒険者を辞めようと思いました。でも彼が言っていたように、あなたの姿や戦うところを見ていると、いつかこういう冒険者になりたい。そうだよ。ね、田舎に帰って冒険者の修行を一からやり直すつもりです。やり直しなさいよ、ちゃんと。ある子ですって言ったんだね、きっとね。ほら、お話を聞いてくださってありがとうございました。さようならって、こんなせいい感じでね、去っていくのにさ。なんかでも、あの、首を持ってるっていう、こう、のがフラグだったよね。まあ。どっかの、あれでしょ、死者の宮殿の、死者の迷宮だっけ、なんだっけ、あれの、変な骸骨みたいなじじいが、なんかやったってことになってんだよね、確かね。うん、あれ、でも死者宮ってさ、いつ解放だ。あ、なんか帯もらえる、帯。帯もらえるけど、もらわない。もうあるから。そうだね。私はないか。試射球ってレベル何まで解放なんだろうね。もうちょっと先かな。なんかそろそろ結構さ、あれ、このメインクエレベル17とかなのね。そうね、今ってだからすごいレベル上がりやすいんだよ、きっと。うん、ああ、で暁、うわー、うわー、砂の家来た。ここ通るんだったらこの時でよかったの、染色クエ。ああ、そうね。しかもそうだ、タンクトップ忘れてた。ああ。前回ほら、あの、他人な感じのタタルさん、スクショ撮っといたから。そうね。まだ他人な感じだと思いますけど。もうほら、でもなんかこう、鼻歌歌ってるもん。砂の荒野に大花が咲いた。砂の、あ、荒野ね。はいはいはい。荒野ね、砂の家じゃなくて小屋だったのかと思っちゃった。荒野です。綺麗な大花は恋の始まり、私の心も弾けるの。
ビーとかバカンひどいな、これどういうことよ毎度思うけど、どういうことよって思うなこれ、タタルさんのおーが好きそんな声じゃないだろうけどね、絶対ね。あ、これ、このセリフあれだよね、普通に話しかけた時、うんうん、あれだよね。あれ、まだそういえばあいつらいねんのかな。ん、リアビーのいねんのかな、リアビーの。リアビーのはまだ、まだか。うん、でもこの辺、あ、ほらここにさ、んアレンバルドいるの。アレンバルドって誰だっけ、なんか名前聞いたことあるけど。グレンで活躍した超える力持ってる人、こだよ。あ、なんかいたな、このあれっていうかマサラいね。あ、だってここインスタンスだもん。そうなんだ。うん、へえ。最終的に全然覚えてない俺。あなたが噂の冒険者ね。喋った、やべ、私のミリフィア、ちょっと小さくしとこう。この暁の結盟の名手です。はい、知ってますよ。存じております。ね、待っていたわ。うん、何回も聞くよそのセリフ。あ、ようやくイダーとかヤシタル出てきた。こちらへどうぞ。悪いようにはしないから安心して。絶対信じねえ。悪いようにはされてないじゃん一応。絶対信じねえ。テレポ大相当使わせといて。この後ね。まあ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 、まあ、ね。いろいろ聞きたいことはあると思う。あるよ、あるよ、聞きたいこと。なんでそんな呼ぶんですかとかね。私たち暁の結盟について説明した方がいいかしらね。私たち暁の結盟は国家間の垣根を越えてエウルゼア全土で活動している団体です。私たちの目的は一つ。神々に愛されし地、このエウルゼアを救済すること。そのためにエオルゼア、はい、え、世界が抱える脅威である万神問題の解決に向けて取り組んでいます。この暁の結盟にはあなたと同じ不思議な力を持つ人が何人かいるの。この不思議な力にはいくつか種類があるのだけれど、あなたはこれまでにこんな経験をしたことがないかしら。ノイズのような感覚、何かに吸い込まれるような感覚、まるで幻のように浮かび上がる風景、それこそがあなたの能力。精神の壁を越え相手を見ることができる超える力よ。超える力は言葉の壁を超える力、心の壁を超える力、そして幻のごとく過去を見ることができる時間の壁を超える力。さすがに過去が見えるだけで相手と会話したり結果を変えたりなんてことはできないわ。さまざまな能力の中でもこの超える力は特殊なもの。あなたはその中でも強い力を持つ。ただこの力は自分で発動をコントロールできないところが悩ましいのよね。そう、私もあなたと同じ力、その超える力の能力者の一人よ。さて本題よ。私たちの目的、エオルゼアの救済のためには万神問題の解決が不可欠。そのためには国家、組織、種族、言葉、それに主義や思想、あらゆる壁を越えた対策をしなくてはならない。そこであなたの力が必要になる。私たち暁の結盟に協力してほしいの。あなたの能力、超える力は万神への切り札ともなるもの。万神問題を解決するため、世界を救うために必要な力よ。あなたがエウルゼアを歩く冒険者として何を求め何になりたいのか私にはわからない。でもこの先も冒険者として生きるためにはもっとエウルゼアを知る必要があるでしょ。そしてそのエオルゼアには万神問題がある。私たちと行動して万神問題を追うことはエオルゼアを知るのに最も近道だと思うわ。あ、リテーナー解放です。ここで暁のメンバーの中で絶対いなくなってほしくない人って誰？え、ちょいちょいこうどんどんいなくなってたりするじゃん、うん、絶対いなくなってほしくない人。絶対いなくなってほしくない。もうすでにいなくなっちゃった人も含めてもいいけど。いや
俺群を抜いてタタルさんなんだけど、まあ癒し多いんだよな。癒し多いっていうかすごい頑張り屋さんじゃない。うん、そうね。ね、なんだかんだ確かにタタルさんいなくなったら、タタルさんいなくなったらね、暁のケツメ潰れるよね。受付嬢がいなくなったら潰れるって、うん、そう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 。もうなんか、あ、これね、合言葉ノバラって結構 FF シリーズとかで使われてたやつ。ああ。ノバラ、勇気、なんとかって3つあるんだけどさ。うん。忘れちゃった。そうなんだ。むせた。大丈夫？唾液が変なとこ入った。いやー。見ていなか。そうだ、この頃のさ、新生オールズやってさ。死ぬ。ちょっと大丈夫。落ち着いてから喋んなさい。そう、この頃ってさ、ちょいちょいこう今までのシリーズのなんか、うん、FF シリーズをやってると、うん、あーって思うのが出てきてたのよ。あ、クリスタルタワーとかもほら新生オールゼア出てきたでしょ。うん、うん、なるほど。いろいろね、そういう小ネタがちょいちょい入ってるんだよね。俺も結構忘れてるからあーって思わないとこもあったけど、うん、あれ挫折ではなかったような気がしたけどな。ミンフィリアに合言葉、ちょっと挫折にしてみようかな。あなたにもいろいろあったのね。あったよ、いろいろあったよ。じゃあ勇気にしてみようかな。私たちの活動には勇気がいるわ、その心にとってみようね。ああ、なるほどなるほど。ああ、挫折面白いなこれ。そう、あなたにもいろいろあったのねって。へえ、これ面白いな。知らなかったね、他のやつ選んだことなかった、うん。早速使ってるわね。協力してくれると受け取っていいのかしら。早速使ってるわねって、まあ3回間違えたけどね今俺。間違えてはいないでしょ。彼らがそのシャーレアンの賢人たち。ヤシュトラの格好懐かしい。彼女がイダ、隣がパパリモよ。2人とも森の都グリダニアの調査を担当しているわ。よろしくね。よ、次彼はサンクレット。よろしくね。最後に彼はウリエン・ジョーギュレ、この本部の執務長よ。困ったことがあったら彼に聞くといいわ。月明輝けども必ずや暁迎えん。最初の頃絶対めんどくさい人だなこの人と思ってた。我が友の言葉、この出会いに感謝を。ね、泳げないウリエンジェさん。我々は5年前のカルテノの戦いで痛手を負い指導者を失った。そして彼女、受付や事務処理を担当しているタタルさんよ。あれ、これ初めてタタルさんの声出るところ、もしかして。あ、さっきしゃ、え、喋ってないの。喋ってない。よろしくです、よろしくです、よろしくです、よろしくです。だよね、初だよね、うん、初とも多分。タタルさんスクショ撮っとこう。みんなで仲良くやっていきましょう。さてと、早速だけど頼みがあるの。出た。事件の概要は7話劇されだけして、近辺のクリスタルゴグランドカンパニー、おそらくバンシルジャー会バン。ありがとう。これあれか、なんかボロボロの服装するやつかな。そう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 、なんかあったね。よろしくです。